おはようございます。10月13日日曜日、試合まで2週間を切りました。今日はですね、朝体重測ったところ 63.9 キロで、試合の契約体重まで残り6キロ 5.9 キロとなりました。ここ最近減量してて、ちょっと朝毎日体重測るんですけど、体重の減りがあんまり良くないなってことで、今日はちょっとチートデーっていうか、炭水化物を多めに摂取していこうかなと思います。チートデーっていうのはですね、チートって言葉通りちょっと騙すっていう意味で、今まで減量しててアンダーカロリーなところでもうちょっと体が慣れてしまってるんで、そこで体がセーブしてしまうんで体重が落ちにくくなるんですけど、そこにハイカロリーをぶち込むことによって、あ、体がちょっとカロリーがあるんやって安心して、そこからまた一時的に体重は増えるんですけど、その後からうまいことドドドドドッと加速、減量が加速していくっていうやり方ですね。はい、ちょっと説明下手くそですが分かってください。はい、で今日はそのチートデーの、僕の朝から晩まで何食べるかっていう食事を映していきたいと思います。では朝ごはんを食べに行きましょう。はい、まずじゃあ朝ごはんを作っていきたいと思います。今日は朝ごはんはうなぎとこちらの玄米を食べていこうと思います。では調理していきます。いただきます。うまっ。うまいな、やっぱうなぎは。じゃあラスト一切れいただきたいと思います。うん、最高。くーちゃん、2人揃ってチートデー。チートデーです。はい、お昼ご飯はジョリーパスタでパスタを食べます。行ってきます。ガーリックトースト、炭水化物掘り込みます。いただきます。じゃあアラビアータを食べていきます。初めて食べますね、これは。アラビアータっていうのは、これはマカロニかな。いただきます。
うん、うん、明太子スパゲッティ。なんやかんや、スパゲッティで、たらこスパゲッティが一番うまいですよね。なんやかんや一番うまい、これが。いただきます。うまい。最後一口です。ごちそうさまでした。あ、腹いっぱいや。どら焼き食べます。おやつの時間ですね。はい、まあ何でも食べようかなって食べる人もいるんですけど、あえてあんま脂質をあんま含まない和菓子にしました。どら焼きめっちゃ大好物なんですよ。いただきます。うん、はい、かりんとうまんじゅうです。もう神様の食べ物ですねこれ。じゃあいただきたいと思います。うん、もう文句なしのこの食感、うん、これならマジ100個食えるってな感じで順調にカーブアップしてると思うんで、まあ夜飯まで、まあ、まだ何時間あるんで、ちょいちょい間食も入れながらもっと炭水化物を体に掘り込むのかなって感じで、うまいこと調整していきます。では、はい、すき焼きです。晩飯はこれと米をがっつきます。これってやれるよね。なやく、いただきます。うまそう。うん、うまっ。うん、うまいね。うまっ。うどん、うん、おはようございます。チートデイが終わって、寝て朝を迎えました。今体重測ってきたところ 66.8 キロで、昨日が 63.9 キロやったんで、
2.9 キロ増えたってことになります。まあ今の時点で 2.9 キロ増えたってことはあと9キロってことですけども、ここからまたガガガガッと一気に加速、減量が加速していくと思います。体調面に関しましては、まずよく眠れました。で、朝の体のだるさ、筋肉のなんか疲労残ってる感じとかがめっちゃ少なくなったんと、あと鏡で自分の体チェックしたところ、昨日より筋肉の張りがめっちゃ増して、なんかいい感じにあの糖質が入ってるんかなって感じで、はい、ちょっとテンション上がりましたね。で、ざっとまあ昨日食べたものを説明しますと、朝は、うなぎと玄米を、350g 程度で、お昼にジョリーパスの方に行ってパスタと、ペンネと、ガーリックトーストフランスパンを2人前と、シーザーサラダを食べまして、間食に和菓子、どら焼きと、カリントまんじゅう、塩豆大福、あとおはぎですね。で、夜ご飯にすき焼きと、米を食べて、締めに、うどんを食べた形です。ざっとカロリーを言うと7000キロカロリーを超えたかなって感じです。はい。で、普段は減量の時は2000キロカロリー以下に抑えてるんで、いつもの3倍以上のカロリーを取ったってことになります。塩分と、まあ、糖質取ったんでめっちゃむくんでるんですけど、まあ一日やったらむくみも取れて、まあ明日明後日、し明後日ぐらいですかね、結構いい感じでペースで体重落ちてくれると思います。この減量法は僕一回経験してて分かっててできることなんですけど、あんま初めての方はあんま無茶されないようにしてください。個人責任でお願いします。ということで残りの2週間切りましたが、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ではどうも頑張りましょう皆さん。